こんにちは。なんかね、そのネットで活動するようになって非常に強く思うことなんですけども、人は消えていきますね。なんで消えるかっていうと、結果が出ないからなんですよ。なんで結果が出ないかっていうと、結果を求める時期が早すぎるんですよ。例えばね、一生懸命3ヶ月やってきました。全然売り上げが出ません。やっぱり自分には向いてないんでしょうか、とか言いますよね。3ヶ月ね、どのぐらいのことをやってきたのかにもよりますけども、まあ、3ヶ月で自分がね、そんなにね、夢のような暮らしが送れるようになるなんて、まあ、そこまで思わなくても、例えば、まあ、月収が3万5万上がると思ってるんだとしたら、ちょっとまあ甘いかなと思います。もちろんね、月収3万5万、売り上げないと、それはビジネスやってるわけですから。で、3ヶ月ぐらい、売上がゼロなのを許してる自分も甘いですよ。それこそ初月で絶対に売上10万上げるんだと思ったら、お母さんのとこ行って買ってよって言えばいいじゃないですか。で、そのことぐらいはね、やらずにどこの誰か分かんない人が買ってくんないかなと思っちゃうんですよ。もうね、どこが自分の結果なのかっていうと、その求めた売上を達成するためにはもうね、何でもかんでもやるぜみたいな気持ちがまさに結果なんですよ。そこまで腹くくってるかってことなんですよ。売り上げ出なくてもいいや、まあいいやとかね、いや、それこそ家族に頼むぐらいだったら売り上げゼロの方がいいよと思ってたら、ビジネスマンにはなれないですね。だってそれほどいい商品なんでしょ。じゃあ自分の一番大切な人に真っ先に売った方がいいじゃないですか、そんなの。じゃあ絶対に事故が起きない自動車が開発されました。この車はもう AI が完備されていて絶対に事故りません、と。人を引くこともありません、何にもぶつかりません。しかもスピード違反なりその他の法令違反も絶対にしないように、もうコンピュータープログラミングされてますみたいな車があって、それが800万です。そのセールスマンになりました。私は身内から売りますね。こんな素晴らしい車をどこの誰か分かんない人から優先に売るんじゃなくて、まずはね、自分の家族、自分もそうですけども、奥さん、お父さん、お母さん、兄貴、もう親戚、縁者、近所の人、こういう人から売りますよ。みんな事故がなくなっていいわけじゃないですか。でもデザインはいいけども、かっこいいけども、スピードが出るんだけども、まあ普通の車のバージョンアップバージョンですと。で、そういったものをじゃあ300万ですとか言って、それは私身内にね、売る気にならないですよ。だってもうすでにボロくても中古車あるわけですよ。それとデザインとか性能がちょこっと変わっただけでプラス300万、これは私は相対的に高いと思うんですよ。だからね、人が何を求めてるかってことを分かれば、その求めてるものに合致したもの、もしくはそれに近いものがあれば、それはね、価格じゃなくて価値になってくるんですよ。価値がないから価格で競争するんですよね。まあそういったことを考えると、私はね、そのビジネスで結果が出ないってことは、その自分のサービスをもっともっとね、深く追求してないんだろうなと思いますし、ものすごくいいサービスができたんだったら、商品ができたんだったら、身内から売れよって話ですよ。それこそサービスの出来もいまいち、自分のセールスの手腕もいまいち、でも結果は欲しい、だから誰かが、知らない人が勘違いして買ってくれないかなっていうふうに思ってるのがビジネスだとしたら、それはどちらかというとね、詐欺に近いですね。もう自分でその商品金出して買いますかっていう時に、いや絶対買うよみたいなのも作らなければならないと思います。私は自分で速稼塾っていうサービスを提供しますけども、この速稼塾によって私はこうやって隠居生活ができるようになりましたから、これがね、100万だろうと1000万だろうと安いと思いますよ。しかもそこまで価値を高めた速稼塾なのに、しかも実績も出てるわけですよ。少なくとも私自身がこういう暮らししますからね。じゃあその速稼塾がなんとね、格安の30万で出ているだけでなくて、30年の分割すら認めてくれると。1年1万でいいの？みたいな、ね、これが高いという人はもう価値が分かってないんで、どこにでも行ってくださいって話ですね。だからね、この速稼塾を差し置いて、なんかね、世の中には5万だ、10万だ、30万だ、50万だっていう風なおかしな塾が溢れてると私は思います。確認したことはないですけどね。だから少なくともその塾のマネージャーが、運営者がね、求めてる生活を手に入れてるかどうかってことすごく大事だと思うんですけども、もうそのね、まあ塾なりコンテンツとかね、コミュニティを運営してる人がいろんな問題抱えてるわけですよ。なのに自由になりますよとか、楽になりますよみたいなセールスをしてるのは、なんか二枚舌のような気がしますけどもね。もちろんどんな方針で自分のコミュニティをするのも自由ですから、私がね、いろんなその
ネットビジネス塾の支配者でも何でもないんで、私も一参加者ですからね。私は自分の世界だけを清廉潔白なものにすればそれで十分かなと思うんですけども、他者が何をやってるのかね、ちょっと及びもつかないですね。まあいろいろと申し上げましたけども、これ何が言いたいかというと、売り上げを上げるためにビジネスを始めたんだったら、売り上げを上げないっていうね、そんな一日があることをやっぱり、ね、悔いてほしいし恥じてほしいなと思うわけですよ。それが今この瞬間に生きているってことなんじゃないかなと思います。私たちはね、やっぱりね、過去に依存しすぎるし未来に期待しすぎるんですよ。本当にね、依存し期待するのは今この瞬間、本当数秒間単位ですか、コンマ数秒単位のこの瞬間だけなんですよね。まあそう考えていくと、過去を思い出す暇もないですし、未来をね思いあまねく隙もないかなっていうところでございますね。今日はそんなところですかね。はい、玄人なりの提言でございました。いってらっしゃい。